トルや千次郎に煉獄さんの唾の形見をもらうなど、煉獄さんは無限列車編で亡くなっているんですけど、まだ回想シーンで登場するんで、この辺りがちょっと見どころではありますよね。あとは天元様の派手派手がどう炸裂していくのか、かまぼこ隊とのやり取り、かまぼこ隊の女装も見どころですよね。禰豆子の覚醒や原作で涙した人も結構多かったので、もうかなりと言っていいほど遊郭編期待が高まってますよね。さあ皆さん、10月始まるかどうか楽しみですね。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。